今年度の文化勲章には、農学史で人間国宝の野村満作さんら7人が選ばれました。また、文化功労者には時代劇などで活躍する一方、華麗なる一族などのテレビドラマにも数多く出演し、幅広い世代に親しまれてきた俳優の北王子金谷さんらが選ばれました。報告を受けた時は本当にびっくりしました。本当に多くの方々にね、 支えていただいたんだなというまあ今はその感謝の思いでいっぱいです文化勲章の真珠式と文化功労者の検証式はそれぞれ来月三日と六日に行われます